どうもクラフターの皆さん、今回はマイルストーム最後の世界で、ボス戦に備えて防具を揃えていくわ。現状赤の防具は頭と足だけがあるな。これだけつけて透明化すればバレないかも。足と頭だけならセーフだった記憶があるな。というかお前らは何をしてるの？不法侵入多くが天井のシミを数えてる。壁越しに村人ガン見してたよね多分。恋愛のボール8個入ってるんだろ。ってことで早速地底世界。この世界だけパッとした名称がないんだが、このディメンション、ネクサス判定なんだよな。NPC とかのトレーダーがいるのがネクサスなんだけど、勝手な妄想だけど、あの NPC たちはもともとここに住んでて、紫の敵に追い払われた。とか？まあこのディメンションの建物、見る限り、ところどころ欠けてたりするもんな。完全に私の勝手な妄想なんだけどね。そういうの考えるのは楽しいよな。まあもしかしたら元からストーリーがあったけど、英語だったから気づいてないだけとかね。学力ゼロ系実況者だもんな。海外行きたい。ってめっちゃ思うけど、英語勉強しないといけないよねって話。最低限ぐらいしかできないからな。パスポート取りたいんです。それは英語じゃなくて空耳。まあ今探索してるあたりは前に行った場所ね。炭鉱みたいな建物が何箇所かあった場所だな。ちなみに現状手に入ってる防具は、頭が2つと足が2つ。さすが安定と信頼の物欲センサー。自分でもマジで嫌な気分になったわ。本当にいつも通りさすがって感じだよな。だからこういう場所の開けても、どうせいいものなんて手に入らな。なんか強そうな銃はゲットできたわ。できるだけ極力防具が欲しい感はあるけどな。ただこのディメンション、マジで広大だし、建物めっちゃあってかっこいい。奥にもなんか、普通の建物と、赤い建物、敵の建物っぽいよな。やっぱここ敵に占領されてるんだって。雰囲気的にもそんな感じはするな。空飛んで探索しつつ、チェストだけサクサク探していこうか。それでシュルカーボックス発見。果たして中レギンスだー。物欲センサー貫通成功。あとはチェストプレートがあればいい。この防具は赤の敵からのダメージを軽減できるから、次のボス戦で大活躍してくれそうな感じだぜ。今までのディメンションと比べると、配布ワールドチックね。多分ランダム生成じゃなく、この構造で固定だろうしな。あーもう間違いなくあそこがボス戦だわ。誰がどう見てもボスと戦う場所だよなあれ。まあせめてフルセット揃ってからかな。じゃないと前の金世界みたいにワンパンされるし。あのボスはマジで衝撃的だったな。まさかアルティメットボウ、まさかワンパンしてくるとは思わないじゃん。このモッドの槍持ちの敵、マジで強い。とりあえず回収して戻ってきた。マジでヤバすぎる。ただ雰囲気はめっちゃ好き。敵さえいなければ住みたい。この世界敵いなくなったらもっと終了だから。極力攻撃されないように気をつけないと。アルティメット防具じゃ全然死ねる。マジでチート防具だと思ってたんだがな。マイルストームの敵がここまでエグいと思ってなかった。この建物の中から、チェストプレートの匂いがする。チェストプレートの匂いとは？アーモンドに似た匂い。青酸カリみたいな匂い？ペロ、これはチェストプレート。そしてこの建物入ったら、ボスの HP バー出てきたぞ。マイルストームエクスキューショナー、前もあったわね。そんなことより槍持ちの雑魚が気になる。あいつらが結局一番ヤバい可能性あるからな。さあ、どっからでもかかってこい。最悪な作戦で完封したな。ってことでこのボス、なんだけど、前こいつめっちゃ強かった記憶がある。攻撃食らったら一瞬で死ぬみたいな感じ。古代都市の教会、みたいな建物でかっこいいんだけど、とりあえずこいつをなんとかしないと眺めてもられない。わー綺麗とか言ってたら死ぬしな。この辺の一石なのを利用しながら、華麗に回避、かわしながら攻撃を続ける。これだけ回避力あれば、もう貫通できちゃうんじゃない？はいはい、貫通貫通。ちょい待って待って待って、はい、一旦逃げまーす。マジでギリギリワンパンされずに済んだな。というかこのボスさ、赤い防具揃ってること前提の相手だったりする？さすがにそろそろ揃ってるだろ的な。私の物欲センサーを舐めやがって、この野郎、ハーフブロックを利用した奇跡の貫通。マジで普通にきついわ。攻撃されないように勝たないとダメだな。それで探索してたら次は、前も見た、あの気色悪めな敵、クローラー的なやつだな。まあこいつがチェストプレート持ってるかもしれない。100% で持ってないんだろうなって。というかそれどころか囲まれすぎだろ。ここが私の死に場所かも。こんなところで死んでられない。仕切り直しよ。アバヨウトッサン。魔法を使うタイプのルパン三世。自分に有利な場所で仕切り直す。生きていくには大事。自分が不利な場所からは逃げるべき。だから昨日の成人式から逃げたんですね。ネットの中が有利な場所だから。攻撃でウィザー状態かけてくる。まあその程度なら全然余裕。エクスキューショナーに比べて弱い。そんなんで私に勝とうなんて100年早い。なら今見てるこの映像は100年後ってことか。いいえ10秒後の映像です。
もうボスとか見なかったことにして、チェストだけ集めるわ。現状の防具じゃほぼワンパンされて負けるしな。ってことでシュルカーボックス開けたら、攻撃力115とかなってるエグい武器拾った。ハート換算で、57個分のダメージだな。ちょっと試しに攻撃してみようか。さっき負けたボスをサンドバッグ代わりに。マジで強い。ボス戦で大活躍しそう。ただ1発でマナを半分使うみたいだから、そこまでめっちゃ連射はできなさそうだな。外さないようにしっかり当てるのが大事っぽいわね。マジで完全にターゲットダミーとかしたクローラー。近くにいたお前が悪い。それで探索してたらめっちゃ上に続く塔があって、間違いなくこれがボスの場所に繋がってる。全部の建物を確認して、アイテム取り尽くして、残りラストの建物がボスの場所ってことは、チェストプレートなんてものはなかった。ラスボス直前ですら防具が揃わない。同時でだよー。はいはい、それじゃあ一旦帰りましょうねー。2023年の目標、物欲センサーを破壊する。10年以上はかかりそうな目標だな。ってことで妥協して、胸だけ別の防具。レギンスもなんか2個目出てない。私の物欲センサーを舐めるな。しかもチェストプレートって、防具的には一番大事な場所だからね。マジでここまで来たら才能なんだろうなって。そしたら経験値貯めて、防具にエンチャする。つまり今からレベリング。ってことはつまり、今回はこの辺りで終わりになるかな。動画時間的にはだいぶ短めではある。チェストプレートが出たらもっと尺が伸びた。ことごとくチェストの中身かぶりまくった。次回、多分ラスボス戦で多分最終回だと思う。保険かけまくったなぁ。それではご視聴ありがとうございました。